一円事業とは、日本の中世で使用された用語で、小園考領性の重層的に入り組んだ支配、権利関係の中で、あるものが一元的に土地を支配することを指す。一円紳士、一円完了、一円支配とも言う。当時、一円の子は、一元的、または完全を意味しており、一円的に支配されている土地を一円地、一円領、一円層などと呼んだ。 中世の荘園公領制では、本家両家開発領主唱幹事頭らの関係に見られるように、土地や百姓に対する支配関係、また土地からの収益に関する権利関係が重層的に絡み合っており、著しく複雑な様相を呈していた。こうした支配、権利関係は大きく二種類に区分することができた。一つは土地や百姓らから生み出される収益の条文であり、 もう一つは支配する土地そのものの下地である。鎌倉時代、地頭は昭円香領支配への進出を積極的に展開したが、特に下地の支配権の獲得に力を注いだ。そして地頭は下地中にや地頭受けなどを通じて下地新試験を手中に収めるのみならず、条文の支配権も徐々に散脱していった。このように地頭の中には、 下地と条文の両方を獲得し、所領の一円支配を実現していくものが現れたのである。室町時代の守護には、鎌倉紀の地頭よりも非常に大きな権限が与えられていた。室町紀の守護は、藩税などを通じて、鎌倉紀の地頭以上に土地支配の一円化を実施していき、守護両国政の形成と守護の守護大名化が進んでいった。戦国時代の戦国大名は、 より一層の一円治業化を進展させた。これに見るとおり、一円治業は中世後期から加速度的に進行したのである。ありがとうございます。